地球防衛軍は、アニメ、宇宙戦艦ヤマトシリーズに登場する架空の軍隊。本記事は文中に作品名が多く登場するため、冒頭の本説に便宜上のシリーズ名及び、作品略称をあらかじめ明記する。西暦2192年、ガミラス帝国の優勢爆弾の攻撃を受け、国際連合のもとに結成された軍。 その名称通り地球を防衛することを主目的とする組織である。対侵略者溶撃用の宇宙艦隊として地球防衛艦隊を保有する。ヤマト2では連合艦隊という呼称が使用され、ヤマト3に登場する戦艦は地球連邦政府に参加する各国で独自に建造されている。なお、漫画版や小説版によれば、 先進国の中で領土が小さく比較的被害が小さかったため地球防衛艦隊司令部が日本に設置されているとされる。初期作品の地下都市は東京の地下に存在している設定となっている。さらば以降の首都メガロポリスは旧地下都市に近い海に面した場所に付設された。なお、ヤマトスリー第3話において相原義和に届いた緊急動員令電報の 文面に発信者として、地球生肝防衛軍と書かれている。実写映画版、スペースバトルシップヤマトでは、ユナイテッドネーションズ・オブ・スペース・アドミニストレーション、略して、うんさなる、a 称が存在し、司令部には、上記の名称に加えて、ジェネラルヘッド・クォーターズが付属している。また、軍将は、現実の国際連合のそれに近いデザインである。ヤマトにでは、 組織構造が明確に設定されている。地球防衛軍は地球連邦の直轄組織であり、地球連邦大統領を頂点として、その下に連邦議会がある。防衛軍のトップは司令長官であり、ヤマトから完結編まで東道平九郎が務めている。長官の霊下にある総合参謀本部が開く防衛会議で軍の方針を決定する。しかし、劇中では、 司令長官の独断で作戦を進めることもたびたびある。防衛軍の兵員は宇宙戦士と呼ばれる。現実の軍隊のような階級は存在せず、指揮系統は組織内の役職によって決まっている。敬礼は右拳を左胸に当てる形式が基本だが、挙手の礼をする場合もある。大和乗組員とそれ以外の官及び地上勤務者は制服が違うが、 どこかしらに怒りマークが入っているのは共通している。なお、復活編では、上条領が古代進むに地球防衛軍一等空佐と名乗っている。大和には地下都市に、さらば以降はメガロポリスに地球防衛軍の司令本部が存在する。また、次世代の宇宙戦士を養成する宇宙戦士訓練学校が存在する。首都メガロポリスを見下ろす高台にある戦士下。 宇宙戦士たちを、入れ検証するための記念施設、英雄農家が存在している。大和初代艦長起きた13の像と、新たなる旅立ち以降は戦没者のレリーフが、設置されている。大和乗組員の心の寄り所となっており、さらば、大和2では、沖田の命日に、旧大和乗組員が集結し、永遠2では、敵の地上侵攻でちりじりになった一部、 大和乗組員が集った。地球以外では、太陽系に、月面、金星、火星、アステロイドベルト、木星圏核衛星、土星圏核衛星、天皇星、海王星、冥王星、第11番惑星などに基地が設置されている。火星遺影の惑星基地は、さらば、永遠に、完結編などの劇中で、敵の侵攻によって壊滅することが多い。 太陽系外では、ヤマトスリーにおいて、アルファケンタウルス第4惑星を開拓し、基地を設置している。関係名称のみ記載。固有艦名があっても、同系艦は除外。戦艦空母巡洋艦駆逐艦,艦無人艦輸送船、特殊艦船、ヤマトのリメイクである、2199では、国連宇宙軍という名称になっており、国連統合軍の陸、海、空。 中の四軍の一つという設定になっている。さらに、統合軍とは別に行政を司る国連宇宙局も存在している。2202では国連の解体と地球連邦の発足に伴い国連統合軍も再編され地球連邦防衛軍となっている。英称は国連宇宙軍と同じ。2199では国連のもとに 国連統合軍が存在し、国連宇宙軍、国連地上軍、国連海軍、国連空軍の4軍に大別されていたが、優勢爆弾による爆撃で地表が壊滅したことによって、宇宙軍以外の3軍は事実上活動が不可能となり、兵力は地下都市建設要員や宇宙軍の兵力補填に回されているという設定になっている。四軍の他には、軍務局、刑務隊、 情報部などの組織が存在している。本作では、ガミラス来襲に際して結成されたものではなく、ガミラス来襲以前から存在している。国連宇宙軍の参加には、宇宙海軍が存在しており、その他には、肘方龍が司令官を務める空間防衛総隊や宇宙海兵隊という組織が存在している。宇宙海軍の下には、沖田十三が、 司令長官を務める連合宇宙艦隊などが、空間防衛総体の下には内惑星、防衛艦隊や加藤サブロの所属する本土、防空隊などが、宇宙海兵隊の下には、空間機兵隊などが存在している。国連宇宙局の参加には、各行政管区が存在し、極東管区行政府の下には、ヤマト計画を立案した、幕僚幹部作戦部休暇や同、 作戦ブロッカなどがある。4軍及び劇中に名前の登場する組織の関係構造は以下の図のようになっている。極東管区における国連宇宙軍の作戦名や階級の故障や用語などには海上自衛隊のそれになずらえた設定が追加されている。また、敬礼は海上自衛隊と同じ右肘を体から大きく伸ばさずに右手を斜めに立てる様式に 改められている。軍人制服は、大和乗組員とそれ以外の一般商兵とでは、官庁職の人間を除いて区別されている。一般商兵の制服は3種類設定されており、宇宙勤務者などが、主に着用している青を基調とした、制服、地上勤務者が、主に着用している茶を基調とした、制服、真田志郎と、新ゆみかが着用していた緑や青を基調とした。 制服が登場している。ヤマトに上官する以前の古代人を含む面々も、これらの制服を着用しており、ヤマトに上官してから新たな制服へ着替えている。2202では、宇宙勤務者のものは末置きで、地上勤務者のものは同デザインだが色が灰色になっている。また、軍服以外にも、作業服などの各種制服の設定は存在している。 艦長職の軍服は、軍帽のほか、左胸に黄色の怒りマークが入った襟付きのキャプテンコートをまとっている。また、一部を除いて、首元にスカーフを巻いている。襟の色は概ね職跡ごとに異なるものとなっており、2199では司令官クラスが、赤襟、戦艦、巡洋艦艦長が緑襟、駆逐艦艦長が橙々襟で登場している。 2202では、艦長クラスの古代が赤襟だったり、新たにアンドロメダ級艦長として青襟、ドレッドノート級艦長として、消えりが登場するなど、色の区別は前作から改められている。中小、一等注意などの階級が設定されており、検証で見分ける。現実の自衛隊の階級故障をモチーフとしているが、順位の階級が、 ベテラン歌士官ではなく若手の士官候補生に当てられているなど異なる点もある。なお、2202第3話 A パートで登場するタブレット端末に表示されている紹介状に国連軍統合参謀本部太平洋地域護軍調整官中将トマスエル・クラークと記載されており極東艦区以外における軍隊式の階級故障の使用も確認できる。上記の階級賞は 基本的に、ヤマトのものである。ヤマト以外では、沖田、ドカタ、山並み治む、芹沢小鉄、佐奈田、航空隊の面々などは、ヤマトと同じだが、それ以外では三佐の古代守るなど、左官や遺ンに、銀線、巡視官や、貸し官に、千なしの場合もある。芹沢小鉄の勤務服や雪のパンツスーツのジャケットの、袖の金線も、階級賞である。 しかしながら、召喚においては自衛隊では存在している将負に、相当する階級が、本シリーズでは未だ存在を確認し得ず、他管区で使用している、軍隊式の階級故障を出しておきながら、対応階級の説明が何もなされていないこと、左官では、谷口さんの階級賞が、怒りつきの一佐であること、菓子官兵の階級賞が大雑把で、一点に、三等の判別が不可能であるなど、 不明瞭な点もある。ただ、勤務服の場合、検証と袖症の組み合わせによって、具体的な階級を示しているようである。なおサンプルデータ程度のものではあるが、空間機兵隊においては、星巡る箱船では、走行宇宙服の左肩に階級章がマーキングされており、一社である気流は、星章を3つとその下に、王戦1本、斎藤徹が、V 字、 シェブロン2本となっており、2202の第26話で着用していた勤務服では左袖に黒い台地に赤い V 字、シェブロンの階級賞が確認できる。長倉しおりが2本戦、他の隊員が1本戦である。旧作同様ガミラスに対して劣っているが、兵器に関しては8年にわたる戦争の中で独自に技術向上を成しており、2199年時点では、 三式有効弾や新型の空間魚雷など、ガミラス間に有効なダメージを与えることが可能な兵器を有しているほか、コスモファルコンやコスモゼロなど、ガミラス航空機に対して互角の性能を有する航空機も開発している。一方で、推進機関技術に関しては2199年時点でも、ガミラスに対して大きく遅れている。また、 ガミラス艦に対して有効なショックカノンも旧型艦には機関の出力不足の問題から一問しか搭載できない上に連射もできないなど機関技術の遅れ型部門の制約になっていた設定もある。しかしイスカンダルから技術供与された次元波動エンジンによりそれを搭載したヤマトは射撃機構に波動エネルギーを組み込み小型化を実現することで ショックカノンを多数搭載し、さらにエンジンの高出力により連続射撃も可能になっている。また、波動エンジンの基礎となっている次元波動理論を応用することで、強力な波動砲という武器と波動防壁という盾を開発している。通信技術に関しては、旧作同様、地球と太陽系内との長空間通信は可能であるが、ヤマトがヘリオポーズを超えて、 太陽系外へ出て、以降は通信不能になっている。しかし、2199最終話では開発中の超空間リレーにより、地球と太陽系外との超空間通信も一応は可能となる。完成制御技術は、ガミラス来週以前から有していた模様で、霧島や雪風などはスラスターをほとんど吹かさずに、地表からの垂直離着陸が可能だが、 館内に人工重力を発生させるまでには至っておらず、宇宙空間を航行中の管内は無重力状態のため、乗組員は磁力靴を履いて体を固定している。ヤマトは館内に人工重力を発生させることが可能となっており、館内は地球上とほぼ同じ環境になっている。2199での地下都市のデザインは宮武和孝の原案をもとに、 小林誠が手掛けており、国連宇宙軍極東艦区司令部も小林がデザインしている。デザインは旧作での地球防衛軍司令部に準拠した六角形の入り口のある形状をした建造物となっている。2202では地上に司令部を含むビル群が建てられており、こちらは旧作とは大きく異なるデザインをしている。千百九十年代後期には、 優勢爆弾により地表面が破壊し尽くされたため、宇宙港は地下に設けられており、旧作動用スロープ状の開閉式発進口を通って、艦船を整備特区へ出入りさせるようになっている。防空隊の航空基地についても滑走路を含め地下に設けられており、地表には発進口のみが開港している。また、千二百二では、優勢爆弾の直撃により陥没、水没した。 地下都市上層部を活用して設置された秘匿感染ドックの存在も描かれており、ガミラス戦役終戦後も残され、第4話でヤマトの陰徳発信に利用されている。小説版2202では地球復興時にガミラスのバレラス宇宙港を参考にした大規模な宇宙港が地上に建設され、2202年時点では復興が 民間主導に移り変わっていく流れに従い、民間の輸送会社などが運用するようになっていることが描写されている。地球外では、2199の時点で月面に空間機兵隊駐屯地などの軍事基地が設けられていたが、ガミラス空母機動部隊の空襲により壊滅した。千二百二では月面基地が再建、拡充され、火星にも基地が設置されたほか、 第11番惑星に外洋防衛師団の根拠地が設けられている。本節では、グミ以外についての内容も一部記述している。感染戦艦巡洋艦駆逐艦、フリゲート空母航空機、宇宙艇兵器、関連技術。ありがとうございます。